聖、ボロディームイル大聖堂聖、ボロディームイル大聖堂は、ウクライナの首都キエフに位置する、聖教会の大聖堂である。2018年までウクライナ聖教会、キエフ総主教長に属し、党総主教長の総主教座であった。現在は、新聖ウクライナ聖教会に属する、国重要文化財、聖ウラジーミル聖堂ともいう。1852年に、 キエフ不主教フィラレートは、ルーシの洗礼900年を記念するために、大聖堂の建立案を、ロシア帝国の政府に提出し、ロシア皇帝ニコライ一世は、その提案に賛成した。大聖堂の建立地は、ルーシの町々の母たるキエフと定められ、大聖堂の名称はルーシに、キリスト教の功名をもたらした、ボロディームイル成功にちなむこととした。大聖堂の建立のために、 全国より寄付金が集められ、帝国一流の専門家は参加させられた。1862年から1896年に、かけて、A. ベレッチ、Y. ベルンガルドと、K. マイエフスキー、V. ニコラー F などの建築家は大聖堂を、新ビザンティン建築様式で建て、V. バスネツオフ、N. ネステロフ、M. ブルーベリー、M. プイモネーンコなどの画家は大聖堂の内部を壁画と、 モザイクによって装飾した。1896年8月20日に皇帝が出席する華麗な成成式が行われた。1920年には、キエフを支配下に置いた共産党政権は大聖堂を閉鎖したが、後に東大聖堂において無神論博物館を開館した。第二次世界大戦後に大聖堂は、ロシア正教会に渡されキエフハールイチフ主教の夫、主教座となり、 キエフにおける数少ない教会堂となった。ウクライナ独立後、1992年に大聖堂はウクライナ正教会、キエフ総主教長に渡され、党総主教長の総主教座となった。ありがとうございます。